はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本をレビューしてご紹介をしています。で、普段はビジネス書とか、えー、心理学についての本、また英語学習なんかについての本をご紹介することが多いんですけれども、その他のジャンルについても、えー、チャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にも、えー、リンクが貼ってあります。よろしければお使いください。 で今日ご紹介する本はこちらの「読む薬」というタイトルの本になります。でサブタイトルとしてえ「人間関係のストレス解消に」というふうに書いてあって、えー、この本はパート7になっています。で、えっと、実は古本屋さんでこのパート7だけ見つけて購入したので私はこのパート7以外は読んでないんですけれども、えー、今ちょっと調べてみると第37まで出ているそうです。 もともと「週刊文春に」に、えー、この著者の方が、えー、寄稿されていたそうで、まあ、その内容をまとめたものだと思います。で内容としてはですね、えーとまあ、日常生活に、えー、ある、まあ、ごく当たり前の風景を、まあ、切り取ってちょっと面白い人をこう紹介してみたりとか、えーまあ、この本でちょっと多かったかなっていうのは例えば、まあ、あのちょっと個性のある企業の社長さんとか、えーまあ、その会社の仕組みなんかをちょっと紹介して。 えー、まあユニークな,、えー、なんていうのかな人間関係のありようとか、まあ、工夫の仕方みたいなものを紹介するとか、まあ、そういうような内容でしたで、えー、とどのエピソードも、まあ、大体23ページで書かれてましてあの非常にテンポをよく読める内容になってますでえっ、ー、と一応章、えー、立ててあって「えー、食に生きる」という章と「海の向こうで」という章と「知る喜び」 といいうう章とと心安らぐという4つの食に,に生きるのところはまあ、主に仕事についてですねで海の向こうでっていうのはまあ海外の旅行であったりとか、えー、海外での生活についてで知る喜びというところについては、まあ、科学サイエンスですねとか、えーまあ、知識を習得することに関してそして心安らぐというところは、まあ、家族の温かみとか、えー、動物の、えーまありようとか えーまあ、そういった内容になってますかね生死感とかですねそういう内容です。で、えっと、いずれもまあ非常にあの短いエピソードが、えー、書いてあってでこの読む薬っていうのはどういうことかなっていうのをまあ私なりに考えてみたんですけれども、えっとまあ、特別ですね何かこうグッと励まされるような内容が書いてあるわけではないんですけれどもどの、えー、内容もですね非常に読みやすくてなんとなく心にこうスッと入ってくると。で何か 今同じこと言いますけれども劇的にこう自分がガッとこうモチベートされたりとかまた逆に反省させられたりとか、えー、まあそういう内容ではないんだけれどもなんとなくこうちょっと読んでみると心がスッと軽くなるようなならないような,、まあ、なんかこれぐらいの絶妙な、えー、気楽に読める内容でまとまっているというところが、まあ、何か「読む薬」というようなタイトル付けにつながっているのかなというような内容でした。 はい、えっ、ー、とあのい一つだけですね、まあ、気に入ったエピソードをご紹介しようかなと思いますえっ、ー、とこれはあの職に生きるという、まあ、仕事に関連するエピソードのところからご紹介するんですけれども、えー、と手短にお話をしますえっ、ー、と、まあ、ある若い銀行職員がいたとで、えーとまあ、その銀行職員が、えー、と当直を しなななきゃいけないといいけとととうことで嫌だなと思って,いてその当直のルールを調べてみると実は、えー、新人とか、まあ、若い人とか、まあ、そういうような人が、えー、当直に割り当てられているということが分かったとつまり入社年次が長い人とかですねベテランの人はそういう当直をやってないということで憤慨をして、えーまあ、上司にそれを指摘してそれはおかしいんじゃないですかとビシッとこうメールで連絡をしたそうです。あ手紙だったたかな抗議文を書いて、えー、主張したと でまあ、ある、えー、時期を経てです、ねえー、その抗議文を書いた、えー、宛先の方と、えー、後日、まあ、あの随分の時間が経ってから会った時に、まあ、諭されたこととして、えー、組織の中では、えーまあ、完璧に、えー、こうなんていうのか論理立てられてしまったまん丸の縁ではいけませんよということを、まあ、諭されたそうです。 でと完全な縁には出口がありませんたとえどんなに理屈として正しくても出口のない論法で相手をギリギリ追い詰めてはいけませんというふうに言われたそうですとでまあがんと頭を叩かれたような思いと一緒に全身に汗が吹き出してきたということで、えーまあ、このエピソードの中ではですねそのどこか欠けた縁というふうに表現されてるんですけれどもそのどこか欠けた縁っていうのが、まあ、人生では大事なんだよということをまあ学んだ主人公だったと。 いうようよなな内容になってましたでえっ、ー、と、まあ、私自身もですねどちらかというとこう結構潔癖主義というか完璧主義というかあの必ずこれをしなければいけないとかすべきだというふうに結構考えてしまいがちなのでなんとなく自分もあどこか欠けた縁というのがまああの自分の人生の指針になるんじゃないかなと思って今まああのご紹介をしてみました。 あの、まあ、人によってですね。こういう内容が刺さるか、刺さらないか、あの金銭に触れるか、触れないかっていうのは、もちろん全然違うと思いますので、えっと、まあ、この読む薬シリーズが三十七まで出ているそうなので、まあ、よかったら、何か一冊読んでみて、あの、ぼーっと読んでみるのがいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、今日は以上になります。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。